はい、お久しぶりです。髪の毛乱れた。石原文明です。いや、結構久しぶりですね。どんぐらい上げてなかったんだろう。1ヶ月ぐらい。多分、新年の抱負を言ってから ずっと上げてないっていう状態だったんですけど、それも、ちょっとね、今回これですよ。じゃん。CD 出しました、イエーイ。ででイエーイ。見てください、これ、その名もフライデーストレンジラバー。すごいね、めっちゃ反射してるんですけど、ほら、やばい、これは反射してきたね。こうやってやったら見えないかも。これを出しましたってことで、今回は1曲目からちょこっとだけ聞いてみたいと思います。イエイ。ポチッとな。聞こえるかな、これ。こうね、なんだろう、ちょっとこうディスコじゃないけど、あのそういうね、4つこうちょっと懐かしなサウンドというか、結構そういうジャンルでね、歌っていこうかなって思ってます。ここサビ、そうなんですよ。一応ね、中とかもこれあれですけど、正面のあれですけど、あ、これだけで撮ればよかったか、バカしたな。ブログとかこれだ、全部入れ物でやっちゃった。内側とかもね、歌詞カードとかもこんな感じですよ。漏れてねって自分で言うのもあれだけど、ほら、あとこれはなんかこうお茶目ショットみたいな、これね、パン食ってるんですよ。パンを食べてますそれを斬新ですよね、飯食ってるのをあれにするって、ジャケットにするって。ちょっとっていうか、もう全部流しちゃってるけど、いいかな、これで。いや、で、あと、これは、今後ね、PV を撮ろうかなと思ってます。それも、まあ、全部は流せないけど、YouTube とかで、流せたらいいかなと。思ってるよ。思ってるよ。って感じでね。腹減ったな。家になんもないんですよね。家になんもない。はい、ということで、いかがだったでしょうか。明日、明後日は2曲目と3曲目をやりたいと思います。動画も今日から絶対しっかり上げるんで、よくチェックしてください。あとはライブにぜひ来てくれたら嬉しいなと思っております。ということで、石原文明でした。また明日も見てください。バイバーイ。